続いての種目は腕立て伏せです。ルールはこちら。まずはキヨンさんからです。イエーイ。それではキヨンさんの挑戦、30秒、用意、スタート。青つけばいいんだよ。青つけてください。もう始まってます。頑張れー、頑張れー。10秒経過です。上がれ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  K さんでーす。おいさ。それでは K さんの挑戦、3人目いきますよ。はい、よーい、スタート。うわ、数えて数えて。あ、10秒、10秒経過。10秒経過。ラスト10秒です。5、4、3、1、0、でした。それではビデオ判定の結果、 K さんの記録17回でーす。17回。あ、そうだね、ついてなかった、お腹がついちゃったっていうのがあったんで、はい、17回です。難しい、難しいですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう。それでは次の挑戦者はノエルさんです。はーい。まあ、はい、もうケイ君17回なんで、はい、17回を越しちゃいたいと思います。18回以上目指す。22回目指す。22回。あ、腹筋と同じね。それではノエルさんの挑戦、30秒いいっすか。はい、よーい、スタート。あー、これきつい。1、2、3、これ今どこだよ。1ついてる、ついてる、ついてる、1だって。10秒経過、何の10秒経過、7、6、5、4、3、2、1、終了です。それではノエルさんの記録1回です。ビデオ判定をしたところで体がついてしまっていたということでね、はい、最初の1回だけカウントとなりました。はい、どうでした？いや、まあ、まあ1取れたからまあいいんじゃないですか。それでは続いてはリュウさんの挑戦です。はい、17回はもう無理なんで、目標10回で頑張っていきたいと思います。それではリュウさんの挑戦、30秒用意、スタート。うわ、3、5、6、7、8、9、10秒経過です。11、12、13、14、15、いける、いける、ラスト10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。それではビデオ判定の結果、リュウさんの記録なんと21回でーす。素晴らしい。何が10回が目標だということでね。はい、いや、だって